人間と魔物がクラス村で起きた事件をめぐって誇り高き黒き魔女が自身の過去を知る赤眼の男と解剖する。白の教団の一校と赤眼の男が剣を交えるさなか、どさくさに紛れて失踪していた魔物を連れ戻した自称勇者たちを、強制とは名ばかりの隠された村の真実を目の当たりにする。自称勇者をかばい村長の狂人に倒れた物静かな魔物、大切な仲間を助けるべく自称勇者たちは次なる町を目指す。そこで出会った栄養士を生業とする屈強な男たちだった。第4章、海岸の町。さっき言ったけどね。いやー、いつ急に始まったな。では、あ、海岸の町行こうか。いや、ま、急に始まったからすげーカミカミだったよ。始まらなくてもカミカミなんだけどさ、ちょっとマッピングしていこうか。雑魚敵はもういいわ。よし、では、あ、海岸の町行こう。メルブールを助けなきゃいけないね。栄養士頼ってね。海岸の町で栄養士を探そう。栄養士、栄養士は配置は変わってないよな。ちょっとこの裸の、裸のじゃないけど、健康そうな男に聞こう。まさに左上に漁港あったよね。あ、あったわ、栄養士の家。家の表札には、あの有名な栄養士、ゴルドーの家と書かれている。その表札を誰が書いたによ、書いたかによってこの評価は変わるよね。自分で書いたんならもう、君は家の扉を勝手に開けると、誰かいますかと声を上げた。すると奥から筋骨隆々な男が、キムキ、この人物は、いや、キツネ巻いてるし毛皮か。もしあなたが栄養士、素晴らしい筋肉ですね。尋ねる理由を間違えました。あー、でもこんな筋肉、でもすいません、間違えました。男は歴戦の戦士と見まがうほどの体格だ。君は家を間違えたと、もう一度表札を見直してみた。よくあるシーンだな。まあ、書いてあるわな。どうやら家を間違えたわけではないらしい。ではこの人物が、君は丁寧に、あなたが栄養士ですか丁寧にって言う必要あるか、珍しいってこと。男はいかにも私があの有名な栄養士ゴルドーだと答えた。怪しいな。聞けばゴルドーはこの町で長年にわたり栄養学の研究をしているらしい。栄養を取りすぎてこんな筋肉隆々になったの。君はゴルドーに何とかエキスを渡し、体力低下により動けなくなった仲間のことを説明する。ゴルドーは何とかエキスをじっと見つめると、見つめるだけでいいか、瓶の蓋を開け、おっと早いと一舐めした。それは毒だと驚きを隠せなかったクロエが思わず叫んだ。ゴルドーは栄養学の知識があれば平気だ、知識こそパワーなのだとよくわからない理屈を語る。いや、知識、なんかパワーこそ知識みたいになってるか、よくわかんないけど、パワー先に来てねえからこの体ともあれ。あ、でも知識によってパワーをつけたと考えれば、特性が分かったようで納得いくな。効きそうな栄養剤を調合してくれることが、早い早い早い。だがすごいな。その材料となる元気魚という魚が、ここ最近の不良のせいで入手困難になっているという。なんと。元気魚さえあれば栄養剤を作れるとゴルドーは言っているが、うん、何を聞く。まあ、ここは元気魚。元気魚はこの町周辺の近海で釣れると、リディが自信ありげに、お前聞いてないんだよな。リディが古い文献のとあるページを君たちに見せると、そこには元気魚の生態について事細かに書かれている。ほう、その文献もたまには役に立つのね、とクロエが呆れている。なんか持ってきたやつだっけ。ゴルドーが何かを思い出したように手を打った。えい、パン。ちょうど息子が魚釣りに出かけているらしく、
元気魚を釣り上げているかもしれないという。彼の息子は船着き場の近くで魚を釣っているらしい。あいつじゃねえよな。探しに行ってみよう。海岸の町にある船着き場の近くでゴルドーの息子を探そう。リリーのキャラクターストーリー裏面解放やったぜ。違う人だった。君は、まあ嫌な予感をするけどね。魚釣りに精を出している青年に声をかけてみた。振り返った青年はいきなり力こそパワーと叫び、力こぶを見せつけ力こそパワーやめろ。レベルを上げて物理で攻撃みたいなやめろ。でもなんかしなやかな筋肉だね。この体育を見るに、おそらくこの青年がゴルドーの息子で間違いないだろう。いや、いい筋肉してるよ。青年は何か用かねと。でも持ってるの弓か。いや、両刃剣。どう話を切り出そうか。いや、まずはね、相手の懐に入り込むのが大事なの。君が筋肉を褒めたかいと、青年は上機嫌になった。やったぜ。これでただで何とかやってくれる。運動からと説かれ、さあ今すぐ服を脱ぎ捨て共に鍛錬をと誘われた。やばい、乗せすぎたな。ごめん、こうむると思った君は本題を切り出した。よし、君はあなたが栄養士ゴルドーの息子かと青年に尋ねてみる。いかにもと青年。彼はブルーノという名で、ほう、栄養士ゴルドーの血を引く見習い栄養士だと答えた。君は旅の勇者だと名乗り、毒に倒れた仲間を救うために元気魚を探すことになった経緯を話す。君が勇者だと知った途端、あれ、これもしかして次の仲間か。させたように君の話に食い入った。おおむね事情を理解したブルーノは、残念ながら元気魚は釣れなかったという。まあそうなるわな。最近町の近くに住み着いた魔物の方向によって近海から魚たちがほとんど逃げてしまったらしい。元気魚がなければゴルドーに栄養剤を作ってもらえない。メルブール、なすすべのない君が落胆の声を上げると、ブルーノがわずかな希望を口にする。お、ブルーノが言うには、町の近くに漁師たちが集う漁港があるらしい。お、その漁港であれば元気魚の一匹くらいは手に入るかもしれないと。情報提供のお礼を言い、君たちは一縷の希望を持って漁港へと向かう。立ち去ろうとする君たちに向かい、ブルーノが道案内をすると申し出た。報酬が目的か。危ない危ない。そう言おうとした君の頭を引っ叩いて、クロエがブルーノの同行を許す。まあ、これは完全に仲間フラグなんじゃねえかな。仲間に入ったよ。海岸の町の北西にある漁港に行って元気魚を探そう。パーティーを編成しますか。まあせっかくでしようか。早い。主人公下げたいな。主人公は正直もうあんまり、あ、でもな、まあリディ下げるか。ここで行こう。メルブールの代わりじゃねえけど、攻撃に特化してるわけでもないし、速さに特化してるわけでもない。装備の問題か。バトルグローブだと。何もない。まあまあ、スピード落ちるけど、まあいいだろう。なんとなくこれつけるか。よし。ちょっと武器をね、この子の武器をちょっと買い出しに行こうか。まあ、ここで仲間になるってことは、それは当然未来永劫仲間になるよな。あるか、バトルグローブだっか。ここら辺なんか弱いな。もっと、あの町で買っときゃよかったかな。よし、じゃあ、早速漁港に行こうか。ブルーノは、君たちと同行できて、何やら嬉しそうだ。ほう。話を聞くと、実はブルーノの夢は冒険家で、力をつけるために日々鍛錬を積んでいるという。いや、なんかもう普通に俺らより強いんだわ。しかし有名な栄養士である父ゴルドーからは、しっかりと知識を身につけ自分の後を継ぐように強要されている。なるほど。力を求めるブルーノと知識を求める父、二
人はソリが合わず日々喧嘩が絶えないらしい。結局なんか結果的に同じじゃねえかな。知識こそパワーで力こそパワーみたいな、まあ、知識がないのはちょっと問題だけど、せっかくだし君もブルーノに何か聞いてみるか。ところで鎧を着ない、ブルーノの半裸姿を見て君は鎧を着ないのかと疑問を投げかけた。冒険家らしく鎧が欲しいと思った時期もあったが、強靭な筋肉があれば不要という考えに至ったらしい。いや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 、切り傷には弱いでしょう。皮膚は切れるでしょう。お前はまだ聞くんか。君は興味津々だな。剣士としてブルーノに腕前を。そうか、一応やってやめろ、一応って。ちゃんと剣士だわ。私の専門は格闘技だといい、上腕二頭筋をピクピク動かした。あれ？剣は。ただ冒険家っぽいからという。そうか、武器持ち上げるだけらしい。君は思った。彼の冒険家への情熱は本物だが、もしかしたらバカなのかもしれないと。まあ力こそパワーだからね、何もないからね。同じこと言ってるだけだ。ルイは友を呼ぶ。ん？そんな言葉が脳裏をよぎったが、認めたら何かを失う気がして振り払った。まあもう全然ルイじゃないからね。全然全然、これはあの金子とパワーみたいなとこ。さあお前の実力を見せてもらおうか。見て、遅い。そうか、スピード遅いんだな。オーバーキル、ここに来て遅いな。スピード落としたら問題やったかな。つまり鎧をつけないのかっつったんで、鎧は装備してしまったな。アタックハーブ、マッスルハーブ、マッスルラッシュ、マッスル、マッスル、マッスルチョップ。アタックハーブ。3ターン、身が全員攻撃に3追加。あ、防御に3追加。あー。なかなかバフ系の感じかな。一瞬強いって思ったけど、そんなもんか。攻撃力も普通にグロに負けてしね。やっぱ装備だな。ふい。うん？強い。ちょっと回復してあげなきゃ。まあ、まだこれからかなって感じだね。ちょっと先にね、妖精の村でいい装備がないかな。よし、あるじゃん。え、バトルクローは、え、あ、え、こいつじゃねえのか。あ、そうか、これメルブルか。あ、じゃあダメだな。まあ、一回宿屋で休んで。宿屋の店主、かつて村長が定めた魔物類おもてなしの例によるもので、君たちもその恩恵に預かって宿屋に行くと、店主が休んでいくベルブーにあと声をかけてきた。まあ魔物の客はタダでっていう話で通ってるらしいね。ペロリンは直す術を見つけたのかと。メルブールを気遣って小さな声。めっちゃこいついいやつじゃん。ダメか。いて。じゃあ休んでいこう。メルブールを助けに行ったはずなのにな。隣の部屋で寝てんだから。あれみたいなとこあるよ。よし、気を取り直して、ここだね。魚を取れない漁港を言ってしまってるけどね。漁港の中で元気を探す。まあ、こういう人たちから話を聞けばいいのかな。男は、魚が取れるまで家には帰らないと決め、日々漁に出ているそうだ。海岸の町にいる妻や息子は元気だろうか、と、家族に思いを馳せている。うん、まあ、漁場変えるしかないと思うぜ。女は漁に出たまま
何日も戻ってこないよと心配し、ああ、上腕がすごい。筋肉乙女のキャラクターストーリー。今まで一回も会ったことないよ。お前かまた。どこからともなく聞こえる魔物の方向がうるさくて、近海の魚が逃げてしまったそうだ。そのせいで魚が全く取れないと男は嘆いている。なんでみんな筋肉隆々なんかな、やっぱ強い。え、今しがた漁から帰ってきたばかりの気性の荒い海の男がいる。まあまあでも筋肉なんだろうな。脂肪で覆ってるだけで筋肉が多分中がすごいと思うのよ。この子この子この人髪型もいかずね。彼の収穫がメルブールの運命を握っているのだ。うん、魚は取れたかい。海の男は点でダメだとわずかに取れた魚を君に見せた。その中にはあるよ。元気魚だ元気魚だ。ブルーノが大声で叫ぶ。君はその元気魚をちょっともうちょっと真ん中に寄ってきてくれたか。ただでは譲れないと断られてしまった。元気魚めっちゃ目ピカーッチュ元気だな。まあこの羊なしはよう言えねえや。いくらだ。君が元気魚の値段を聞くと海の男は100万ゴールドだとあからさまに法外な値段をふっかけてきた。おおおおおお、人手なしだったわ。この人血も涙もないよとリディが余計な一言を添える。君たちの無礼な態度。おおおお、海の男でも売るつもりねえだろお前それだったら。するとブルーノが前に踊り出し待ちたまえと待ちたまえ制する。寮で鍛え上げられたその肉体見事ではないか。まあ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 、それは否定しない。そう言うとブルーノは元気をかけた筋肉対決を男に持ちかけた。力こそパワー、ここできたか。パワー面白いヘッド。海の男も乗り気だ。なんで乗り気ねえんだ。ただしお前が負けたら俺の家来になるという条件付き。漁師漁師だよな。すかさずクロエがこの男ならどうぞと君を差し出しながら付け加え。おおお、やめろやめろ。さあ無視。力とパワーのカーニバルだとブルーノは勝手に熱を上げている。いやいや、もう力かっこパワーだろ。腕っぷしなら誰にも負けねえ。殴りかかってくんかい。海の男が殴りかかってきた。さあ戦闘か。強おおおおおやったぜ。どうしようか。まず爆かけるか。おいお前もやるしかねえ。あ、ねえ。俺勝てるか。よ、歩く筋肉博覧会。やめろ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 。ボディービルのとこじゃねえんだよ。声をかけるな。よ、切れてる。よ、肩にちっちゃなセンサー乗せてんのくぜ。噛んだわ。よし、これで終わりや。よっ、効いてる効いてる。素晴らしい筋肉だった。海の男との勝負に勝利した。だからこのゲーム好きなんだよな。決めポーズとともに叫んだ。よし、これが力のパワーだ。ん、まあまあパワーっていう定義をちょっと変えてみたら、まあ話は通る。海の男は乾杯だと宣言し、潔いな。素直に元気をブルーノに手渡した。膝をつく海の男に手を差し伸べるブルーノ。剣の取れた表情でブルーノの手を握る海の男。この二人の間に言葉にできない友情が芽生えたかもしれない。ピンオフ登場。やったぜ元気を。海岸の町の近海で獲れる魚、あまりうまそうには見えない。美味しそうには見えない。
じゃあこれでゴルドーに渡せば万事解決してくるわけね。君たちは元気を手に足早にゴルドーの家を目指す。そんな君たちを見てブルーノが短い冒険の旅を名残惜しそうにしていた。余計に火がついちゃったか。すまんが俺らは先を急ぐのだ。君は栄養士ゴルドーに元気を渡し栄養剤の調合を依頼した。少し待てと言いゴルドーは元気を持って家の奥に入っていった。どうやって薬作るんだろうか。1時間後、部屋から出てきたゴルドーは、あ、おるやん、ブルー。できたぞと言って小瓶を君に手渡した。おお、すごい。元気濃縮剤、魔物の特殊な毒にも効くゴルドー手製の栄養剤。濃縮、握りつぶしたんかな。これでメルブールを治せるだろう。早く強制の村に戻らねば。その前にブルーノに。なんと俺を言おうか。言葉は不要だわ。ちょっとひどいな。達者でな。君はブルーノに向かい、達者でなと別れの言葉をかけ駆け出した。ブルーノは歩き出す君たちを止め、もう少し旅に同行したいと願い出た。ほう。しかし、外の世界を冒険したいブルーノの思いはゴルドーには届かない。家で勉強だと否定する。まあまあ、外に出て勉強することもあるからね。いろんな素材があるわけだからさ。ならば力ずくで。なぜそうなる？説得しろ。そう思ったのか。ブルーノはおもむろに両手を後頭部に添えると、ほう、いきなりその場で超高速スクワットを始めた。私はこのパワーを外の世界で試したいのだと、スクワットしながらゴルドーに訴えている。するとゴルドーも対抗し、お前は知識も力も半人前だと言いながら超高速で反復横跳びを始めた。謎。絶対にもうずっと平行線じゃん、この話。静かな部屋の中にただ二人の吐息と筋肉の動く音だけが響き渡る。なんか嫌な表現だな。君たちはただもう行こうぜ。二人の不可解な行動を見つめるしかなかった。もういいだろ。30分かよ。ブルーノが息を切らしながらここまでかと。負けたか。少しはやるようになった。なんでやねん。なぜかゴルドーもすがすがしい表情だ。クロエは結局同行するのかしないのかと素朴な疑問を。いや、30分前に聞こう。それは語らずとも答えは我々の筋肉が知っている。ブルーノは不可解なことを言っている。ほう。意味がわからないと単刀直入にリディが言う。帰ったら栄養学の勉強をすることを条件にブルーノはもう少しだけ君たちとの同行を許されたらしい。他人には理解できない親子ならではの会話方法があるのだなと君は思った。まあ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 、まあ、いろいろあるからね、家族の形っていうのはね。強制の村の宿屋に行き、メルブールに元気濃縮剤を使おう。よし、じゃあ早速戻って立ってこようね。なんだ、どこからか大きな方向が聞こえてくる。早くメルブールを直して方向の主を調べなければ。まあ今回のボスはその方向の主かな。よし行こう。ああ間違えた。あれ強制の村だっけ。強制の村だ。で、宿屋のメル、休んじゃった。ごめんごめん、メルブル先に休んじゃったわ。立ちさんだ。メルブルに会う。メルブル、君を見るペロリンは治す術を見つけたのかとメルブールを気遣って小さな声で耳打ちする。君は無言でうなずくと
改めてメルブールに向き直った。君はメルブールの体を支え、ほら、口を開けてとメルブールに優しく声をかける。あ、口はずっとそのままなんだな。弱々しく開かれたメルブールの口に元気濃縮剤をゆっくりと流し込んだ。うん、すると、メルブールがむくりと起き上がり、キョトンとした顔でこちらを見ている。結構初めからキョトンとしてるが、メルブールは助かったようだ。やったぜ。この嬉しさをどう表現しようか。いや、抱きしめよう。ここはメルブールを力いっぱい抱きしめ、ありがとうな、助けてくれて。メルブールはやや苦しそうにキューと泣いた。ごめんな。君は嬉しさのあまり泣きじゃくりながらメルブールの頭をわしゃわしゃと撫で続けた。ごめんな、こっからじゃあツルツルなんだよな。クロエとリリーは二人の喜びを微笑ましく見守っている。うん、確かにほっこりするね。ブルーノも栄養士の仕事が人を笑顔にしたのだと感慨深い顔をしている。ああ、じゃあちょっとやっぱり栄養士にも傾くか。やったぜメルブール、しばらくお前は休んで。超人に倒れたメルブールをめぐって様々なことがあったが、これで一件落着だ。そうやね。君たちは海岸の町へブルーノを送り届け、ドラゴン探しの旅へと戻ることにした。ブルーノを家まで送り届けよ。パーティーの編成か。まあ正直ね、こいつをブルーノを使うんだ、メルブールを入れるんだよな。ってなるとやっぱこうなっちゃうんだよな。ごめんな。魔物ダンサーが気になるな。じゃあ早速送り届けるか。よし、ただいま。君はブルーの家まで送り届けた。まだまだ冒険をしたいブルーノはしぶしぶ家に入って。まあまあここまで戦闘してないからね。そして君は気になっていた巨大な方向を放つ魔物についてゴルドーに尋ねる。魔物はこの町からほど近い場所にある塔の上に住み着いているらしい。さて、君たちの次の目的地が決まった。今回の一件で栄養士親子には世話になったが、これでお別れだ。ブルーの仲間になりたそうにこちらを見ている。見とるだけじゃない、すげえアピールしてきた。スクワットしてんのか。まあ頑張って栄養士になってくれや。ブルーノが仲間になれば心強いが、あ、ごめん、賞金の分け前。そうか、主人公はそういう考えだった。読み取れなかったな。そんなご無体な。やめろやめろ、突っ込むな。クロエは、彼は冒険さえできれば気が済むのではと君のゲスな考えを見透かしたように言う。やめてくれ。君はなるほどとうなずき、ぜひ我らと共に行こうと意見を翻した。共に冒険ができると喜ぶブルーノを、まあまあちょっと約束が変わるからね。待てと制する。ここに残りもっと知識を蓄えろというゴルドーにブルーノは己の本音をぶつけた。うん、ブルーノはメルブールの一件で栄養学の素晴らしさを学んだ。だから旅を通じて知見を深めたいのだと。まあそれは納得の意見よ。ブルーノの言い分を聞き終わるとゴルドーはどうした？すっとメガネを外した。次の瞬間、ブルーノの頬、胸部、腹部がべこりとへこんだかと思うと、強い鋭い轟音と同時にブルーノの体が宙に浮いた。目にも止まらぬ速さで繰り出されたゴルドーの三連撃。むしろゴルドーを連れてった方が早いのでは。目を丸くする。ゴルドーは静かに言う。栄養学の知識は人を助けるのだ。薬用すれば敵を倒すこともできるのだ。うん、リディは栄養学ってすごいんだねと深く考えずに感心している。まあまあ栄養学というか、まあ薬学というか。これが知識の力、知識こそパワーなのだ。
言ってることは正しいんだよな、文脈的に。君はゴルドーだけは敵に回したくないと身振り来た。確かに破壊されてしまう。ゴルドーはブルーノの知識はまだ浅いと言いつつ、旅を経て私を超えろと同行を許可してくれた偉大なる父。あ、ごめん。ありがとう。倒れたままブルーノはゴルドーの知識の力をかみしめて涙を流した。なるほどな。栄養学を極めれば知識の力をねつければブルーノぐらい宙に浮かせられると。どういうことだ。ブルーノという心強い仲間と共に君たちは塔に潜む魔物の正体を探りに行くことにした。よし、オッケー。ブルーノがドラゴンタワー動物の中の人にした。やめろやめろ、珍妙を言うな、珍妙。一番珍妙かもしれん。じゃあ南西の塔に向かおうか。え、もう？早くない？海岸の町に住む筋骨隆々な栄養士の親、知識こそパワーだと主張して譲らず息子を押さえつける父、力こそパワーだと主張を曲げず父に抗う息子、両名の助けを借り体力を消耗しきっていた仲間は息を吹き返す。栄養士の父から流暢な情報を得た自称勇者たちは遠い大地を揺るがす巨大な方向を放つ魔物の正体を探るため、魔物が住むと噂の海辺に滑り立つ高き塔に挑む。そこで彼らが見たものは、第5章、竜の塔。竜なの？